女英省は、中華民国の軍人。北京政府、国民軍、国民政府、賛成派に属した。字は、次新。1900年、武衛佐軍に加入し、1908年、武衛佐軍図英学堂に入学した。1911年に卒業し、翌年に、北京政府陸軍部将校講習所で学ぶ。1913年冬に卒業し、 南紀に予備軍艦学校で連長に任命された。翌年、陸軍大学生即班第4期で学ぶ。1916年冬に卒業し、後に、孫だけ率いる、第15根制旅において昇進していく。1924年の北京政変を経て、孫だけが、国民軍第3軍軍長となると、女営賞は、その第一根制旅旅長に任ぜられた。 1925年、第三軍第一市長金山西警備指令に任ぜられる。翌年春、病に倒れた孫だけの代理として、第三軍軍長となる。1927年春、客軍として、三世省の延釈さんを頼り、その配下となった。間もなく、縁も、国民革命軍に転じ、翌年、女は、 国民革命軍第3集団軍第12祖地軍、葬式兼第3軍軍長となっている。同年10月、水炎省政府主席に任じられ、1929年8月には、河北省政府主席に転じた。1930年の中原大戦では、円尺山配下として、第一祖地前的副総司令兼労改路司令となった。しかし、 小海赤軍に敗北する。円が日本へ亡命した際には、助と、要愛元に、浸水軍再編が委ねられた。それに伴い、助は、第五軍軍長兼浸水警備総司令となっている。翌年6月、助の第五軍は、第33軍に改組され、引き続き軍長を務めた。同年8月、大理山に師匠政府主席に任じられ、 10月、正式にその地位に就いた。1932年1月、北平政務委員会場務員、三政省、清里正し弁に任じられている。しかし実態としては、この頃に復帰した縁内依然として、参政省の最高実力者であったことに変わりはない。日中戦争勃発後の1937年、軍事委員会委員。 長穂貞行英主任に任ぜられ、第一戦区の軍事を担当した。翌年2月、国民政府軍令部部長に転じ、前線式からは退いた。1945年9月、女は、中華民国の代表として、日本に赴き、水ズでの幸福文書調印式に参列している。翌年6月、陸軍大学校長に任ぜられた。 1948年、雪のり国民大会代表に当選し、同年末に国防部部長に任せられた。翌年3月、人民解放軍により、遠石山がこもる大元の陥落が目前となる。女英賞、陽愛元は中華民国総統代理理総任に、働きかけ、縁を南京に召喚させた。これにより、縁は、大元脱出の口実を得ることとなり、 専用飛行機により南京へ向かうことができた。翌月、ジョア園に随住して台湾へ逃れている。台湾では、ジョア、幸福大陸設計研究委員会副主任委員に任ぜられた。1959年7月12日、台北にて死去。去年73。ありがとうございます。